もしもし、誠司だけど、誠司だけど、はい、わかるわかる。仙台に来たよ。マジで？うん。俺さっきずっと映してたんだけど、もう俺らは来る？え？来る？行ってもいいの？飲みに。マジで？マジでって。いいの？いや、いいよ、いいよ。誰でいいの？ん？ 1,2,3,4,5 人ぐらいでいいよ。5人？うん。女の子は？いない。いないの？いないよ、女の子。なんでいないの？なんでいない？え、リアトツ町で女の子来たでしょ？みんなとミトツは来たくないって。え？女の子いないの？いないよ。なんで？なんでって言ったら、来たくないってよ。飲みとつは。飲みとつダメ。あ、リアとつは来たけど、うん。可愛い女の子来たの、でも今日。飲みは来なかった。可愛い女の子、好みの女の子来なかった。いや、好みの女の子、可愛い子が来てたけど、うん、飲みは来んかったね。飲みは来ないんだ。あ、そう。やろうばっかり飲んでもしょうがないべ、だって。そうだね。どうすんの、この後は。飲んでどうすんの、この後は。飲んで、まぁ、あ、ちょっとここで、まぁ、あ、何時間か行って、まぁ、あ、戻る感じ。戻る、どこに？ホテル。あ、ホテル？うん。あ、撮ったの、ホテル。そうそうそう。もうね、もう今日もう誠司もね、まあ、めちゃくちゃ疲れたと思うんだけど、俺も朝からもうずっと運転しててね、うん、かなりやばい。マジで？俺千葉から来たよ今日、ノンストップで。あ、俺なんかあの茨城から東京駅に一回戻ってきた。茨城と千葉どっちが？千葉の方が遠いじゃねえかお前。いや千葉のどこだよ。千葉の市川だ、市川。いや分かんないけども。俺のが遠いよ。え？俺のが遠いよ。時間的にはなんか全然盛り上がってなくね？ウェイみたいなノリじゃないの？その飲み会は。まあリスナーさんたちいるからね。ああ、あ初対面だし。そうそうそう。合わない。じゃあ何ホテルはヤミーと二人で行くんだ。今アスヤなんで。ねえねえ。女の子来ないんだホテルに。いやもう来ないね。マジで？なんで持ってないのそんな。いや、知らないよ。それはマジで分かんない。いや、だから、その、全く持ってないから。うん。こいつも。え、なんでそもそも仙台に来たの？ん？なんで仙台に行こうかってなったの？いや、仙台はね、ちょっと行きたかったから、ヤミーと、ちょっと宿妻市来た。毎回行きたかったから来た。あ、そうなんだ。うん。で、今、実際に来てみて、うん、夢で見たのと違う光景が目の前にあるんでしょ？いや、そこはでもないけどね。俺結構仙台いいと思ってた。いや、女の子に囲まれてとか、そういうのを想像してたんでしょ？だって。あ、そういうのも期待してたけど。うん。まあ、じゃあ、うちさ、あの、女の子いるから、うん。ママんち泊まりに来ちゃえばいいじゃん。何？ママの家。ママの家。ママ、俺女性リスナーさん今隣にいるから、うん、ママの家泊まれるって言うからね、うん、来ちゃえばいいじゃん。行かねえよ。行かないの？おぴょん久しぶり。おい、うん、ヤミちゃん、千葉から来たの？千葉から来たよ、市川市。わかる？わかんないわ。わかんない？今追っかけてきたんだよ、マーティアス君とヤミ君を、うん、千葉から、あの仙台にいるって言うから、うん、情報を嗅ぎつけて来たんだよ。ああ、なるほどね。うん。ストーキング恋をしたと。そう。で、見つからなかったから、もういいやと思って、うん、今女性リスナーさんと二人でいるんだけど、うん、え、そう、ママさんと一緒にいるの？そう。あ、そうなんだ。そう。え、それ、何？あの、千葉から連れてきたの？いや、あの仙台リスナーさん、これ。あ、そうなんだ。そう。
な、進展なしじゃん。女の子とかパコリシャツとかなし、うん、ないね、本当にないんだ。うん、何もない。何もないの？何もない、全くない。風俗は行くの？風俗は、風俗よりメンズマッサージ行きたいけどね。や、ヤミー君のそういう行くイメージがないんだけどな。誰が？ヤミー君は風俗行くイメージがない。あ、俺はもうすぐシャワー浴びて、うん、マスターベーションしますよ。だよね、オナニー派だもんね。はい、マティアスが好きなんだよね。アキラは手こき派なんですよ。え、風俗大好きじゃない？はい、風俗メンズマッサージがどうしたんですか？じゃあメンズマッサージって何？メンズマッサージってあるんすよ。あるんだ。はい。あ、抜きありのやつ？ちょっとあの手こきのやつか。そう、マッサージと手こきのやつ。あ、それハマってんだ。そう。あ、じゃあそれを、うん、いくらしい？まだ分からんけど。俺は一貫。30分5000円とかあるかな。なんかね、店は結構あるらしいですよ。めちゃくちゃあるんだ。あるらしいですよ。30分5000円らしいんで。おお。で、そこに行くかもしれないってだけの話。あ、そうなんだ。じゃあ別に仙台で、あと、はい、オフパコとかないってことね。ないですね、ま。なんかすごい閲覧すごかったじゃん、ツイキャス。2700人ぐらいいたじゃん。オフパコしてしこしそうな感じじゃん。絶対これ女の子とパコるんじゃないかなと思って来たんだけど。いやー、何もない。その心配はないってことね。何もないですね。ないんだね。はい。安心したよ。ありがとうございます。じゃあ、で、ママさんと今日パコるんですか？今日はね、どうなんだろう。ママ次第だね。うーん、ちょっと。ママって結構やる気満々ですか？ママどうだろう。結構ね、インドアみたいな感じなんだ。ちょっとアリピーじゃないから、そっちに関してはちょっとあれかもしれない。じゃあもう、はい、最近の花火コールってどんなやつなの？はぁってことなんで、これにて捜査を終了とさせていただきます。うん、だからあとはもうママんちで、女の子の部屋ですよ、久々のね。どんな家に住んでんだろう。お宅訪問行きます。うん、食いすぎです。懐かしいぞ、懐かしいぞ、ドンチキー、フェッ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 、はぁ、旅人会です。もうママに会えたんだ、うん、近くにいるだけで嬉しいです。これは仙台リスナーさんかな。仙台です今。聖地仙台います、うん、仙台です。来ました、今年2回目です。早くも、うん、まだお会いしてないね、仙台ママたちがいっぱいいるんで。まず1日目はこのポンタンママちゃん、お家に泊まります。あとはバトンを渡すだけなんで、うん、ね、2番手の仙台ママいなかったらずっとポンタンママの家に泊まることになってしまいます。ご迷惑かかっちゃうんで、うん、会いたい。震える？震える、会いたくて。西野かな状態。震えてるお友達はいるのかな。どう今会ってみて。わ、政治だな。政治、髪の毛硬そう。硬そう。いや、ママ硬いのは髪の毛だけじゃないんだよ。こっちも硬いんだよ。わ、いや、探さなくても大丈夫。え、
際生ステージ、まあ、まんまだよね。まんま、うん、まんままんま。あんまなんか緊張しないタイプだね。緊張はするけど画面だし。ヤクルトサイズのチンチンついてます。どう？一番なんかなんとも言えないやつだよね、ヤクルトってね。なんかポークビッツとかだったらさ、あーちっちゃいなとか。マックじゃなくてヤクルトって太いよね。太い、太くて短いんだよってことでしょ。そう、ママポテト食べないの？食べないの？今ちょっとお腹いっぱい。お腹いっぱい？いっぱいかな。俺3個目だよこれ、バーガー。タルタル多めとかこんなんできんの？変な汁ついてる